どうも、りょっちんです。ということでね、テイク2目なんですけども、今ね、伊藤将司投手の使ってみた動画撮ってたんですよ。ほんまに撮る動画ないと思って。そしたらさ、今日伊藤将司投手先発しとったから、あ、持ってるやんと思って、使ってみたやろうと思ってんけど、まあ、打たれるってことでね、もうこれ、使わない方がいいですよ動画になっちゃうなと思ったんで、もうボツになって、じゃあ何しようかなって考えた時に、ちょっとね、6月1日に大会近づいてるじゃないですか。なので、ランク戦だったら、そこまで使われないけど、大会ルールになったら、化ける投手シリーズ。これちょっとね、しばらくやっていこうかなと思います。はい、ということでね、大会ね、どんどんね、もうめちゃくちゃ買っていきたいなと、リボンが欲しいなと思ってる人は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでね、もうその先陣を切って立っていただくのが、こちらの松井裕樹投手になってます。とりあえずね、ちょっと松井裕樹投手能力、もう一回ね、確認だけしておきたいんですけども、ちょっと見ていきましょう。はい、松井裕樹投手能力こんな感じになってて、9位から83、60、67になってます。でね、ストレートの9位が、で、カットボール、スライダー、スラブ、スライダー、サークルチェンジと。で、第2球種に、フォークとカーブがあると。でね、ポイント地面に高いなっていうのが、まあ中継ぎも抑えもやってくれるっていうところかな。まああとね、先発も、できるので、まあかなりそこは、助かるって感じなんですけども、松井裕樹投手ね、ランク戦だと、あんまり通用しないんですよ。っていうのも、ツーシームとかなくて、やっぱりね、スライダーとスラーブとフォーク、そしてカットボールやね、主に。まあサークルチェンジあんまり使う人おらんねんけど、変化球がね、大会ルールを速くなるっていうところで、松井裕樹投手で大会ルールになったら、マジ化けますよと。で、まあ僕もね、防御率、今2大会連続防御率0点、2回出た ?0 点台なんですけど、松井裕樹投手かなり、活躍していただいてますよというところで、今日はね、松井裕樹投手大会で、こんな風にめちゃくちゃ使えるんですよっていうところをね、これから大会ルールで配信やっていきますので、ちょっと見ていただければなと思います。それでは、ちょっと準備して配信やっていきたいと思います。はい、松井裕樹ね。とりあえずね、そうね、この辺のカットボールとかも強いよ。うん。で、まっすぐ行ってみますか、この辺にね。まあ、変化球が強いからこそね、遅れるというか、そんなにめっちゃ速くないもん、まっすぐ。150いくらやっけ。152やろ。このカットボールがマジでいいわ。あで、うわスラブかな、ドロップかな、でフォークいくと、きゃどう？イエス。ほんまに松井裕樹だけはほんまにええわ。松井裕樹でバカ打ちされたことってないもんな、マジで。無双やんもん。じゃ最後ボール球振ってもらおうか。後でルーム番号ください。OK。いや、ルーム作り直すわ。いや、素晴らです。松井裕樹は素晴らです。ジンがあんま好きじゃないのになぜ勝ったって話なんですか。松井裕樹はね。反応の方がいいんかな。まあ、真っすぐは送られるよな。ちょっと待ってな、後で見ます。いえならせーのみたいな感じ。あ、ちょっと待って、ね、
いやもう無理マジで。純正の人なん？なんかあんまり詳しくないな。知っとけよってな。同業他社ねんから一応。あっちの方がクソ大手やけど。いやマジでこれ打ちたい、打てるようになっときたい。でもマジでわざとちゃうでほんま。俺が極度に苦手なんかな、松井裕樹。そこのカットボール最強ですマジで。やっぱ狙わな無理や、反応では無理や。判明した。4球種を狙うしかない。いやストレート入れたら5球種やん。もう5分1当てたのにもう5分1で行くしかないのにな。5分1、6分1にすな。俺の欠点大谷さんと松井裕樹やわ完全に。まあ、大谷さんはチートやけど。次打ちます。やられた。なんでさっきの取って今の取られへんの。いいですね、 Z の数でこう。Z の数で興奮度が違うみたいな。そうそうそう、そういう感じ。それで一回やってみよう。純正もやりつつ、あ、そうなんや。ちょっと見てみよう。なあ、惜しかったけどな。ちょっとどころじゃないけど遅れてるわ。Z。でも俺あんま何も言わんな、それやと。あ、松井ゆき来た。あ、待って、スピ統一してないやん。おバカやん、俺。変化量マイナス1でも強いっていうのでも、ええな。変化量マイナス1バージョンでいこう、これは、逆に。でも、まあ、打つけどな。ボツボツ。まあまあ今のカーブやからな。あ、逆に打ちにくいくらいやけど、まあ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 。それやっぱ A やと打てるな。 S ランク来たらマジ無理なんやけどな。フォークいいね。あー、やっぱ強いな。でもおっ、うわー、なるほど。あ、追い込まれてた。昨日もやってたな、これ。いや、強いよ、マジで。絞れんもん。